石垣ゆまです。そしてまなみんです。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画の続きなんですけども、まなみんがはい、大丸さん、そうです、大丸梅田店、うん、大阪に仕事行ってたんだよね。そうです。で、朝 すげえ早い新幹線寝不足で梅田店に一番乗りに行ったんでしょ、はい、そうだよ。だって並んだもん。オープン前に並んだの初めて。ということで、前回の動画は僕ではなくまなみんさんが撮影してくれたという動画なんですけどなんとね、梅田店でお土産を買ってきていただいたんです。そうです、ラマグカップ2019ですね。キングオブザモンスターズのマグカップとゴジラのポーチ、小物入れですね。これかわいい。これは梅田店の限定です。限定デザインだよね、これね。多分、そうそうそう、梅田店にこのゴジラがね、ありまして、背びれがね、放射熱線バージョンになって、口もね、青く光ってたね。そう、かっこよかったんですよ。で、東京にしかいない私はまだ見れてないんですが、大阪に行かないと見れないんだよね、あれはね。そうそうそう。ものすごいでかい、ゴジラストアとか、あと、特撮の DNA とか、うんうん、あと、銀座の我々がね、出したで、配信させていただいた動画でも、あのゴジラは、あの大きさのゴジラ、新マイナスワンゴジラは、今まで何回も見てきてるんですけど、放射熱線バージョンは今まで見てなかったんだよね。ないです、このバージョンは。うん、このバージョンはなかったということで、まなみは見て撮影してきてくれた。そのお土産に、はい、私がどうしても欲しくて、しょうがなくて、はい、もう買いそびれて、一番後悔したゴジラフィギュアが、この84ゴジラ、酒井裕二さんの84ゴジラ、新宿、副都心決戦バージョンの、しかもこれスーパー X がついてるね、ゴジラストア限定商品です。おー、はい、酒井裕二造形工房にゴジラ2022ですね、ゴジラストア限定84ゴジラというのね我々もいろいろね、思い出がね、パラエイト先生からいただいたりとか、うん、パラエイト先生から84ゴジラの歴史を学んだりとか、さまざまな動画を私のね、ガキちゃんでは配信させていただいてるんですよ、造形作家の方とね、やったね、うん、ということで、なんと東方30センチシリーズが来たということで、開封していきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。いやー、楽しみだな。やっぱこの大きさのさ、フィギュアと箱を開ける感動ったらないよねこれね、ほんと子供の頃の気持ちに帰るよね。帰るよ。いやー、仕事頑張ろうって気になりますね。いやー、いいね、このサイズ。はい、丁寧に開けましょう。丁寧に開けましょう。おお、あ、なんか子供の時親父に買ってもらったトフミの匂いがする。おー、なんな懐かしい香りがするんですか。頭から突っ込んだの久しぶりだな。うん、前のめりだったね。おー、ちょっとちょっと楽しみ。あー、かわいいんじゃないですか。ういーだね、我が家も我が子も喜んでおりますというところで、ちょっとういーだったね。はい、おー、あー、なんかすごいね。結構重さがあるのは、これもしかしてスーパー X なのかな。あ、大きいね、なんか意外と。これね、まずどっから、あ、こっから取る感じかな。あ、でも針金がついてるから、これ挟むんですね。うんうん、直近しないとだね。針金、あ、取れました。あ、ここはいいとして台座が入ってる、はい、ね、台座を、スーパー X の台座を刺すね、金具が入ってますね。おー、これで、これまずね、あ、すごい。これどうやって取るの？これ裏側からと、あ、どうやって取るの？ちょっと悩むな。骨折してる時みたいなね、腕が。あ、もう一個ここにね、うん、こうなってるんですよ。これをね、あ、本当だ。これをね、こう。ネジネジ。そうそう。ね、最近ね、こういう梱包のされ方少なくなってきてはいるんですけど。目力、はい、この剣士みたいなのね、はい、最高じゃないですか。やばいね。はい、それではね、尻尾をね、取り出してみると、はい、こんな感じになっておりまして、で、とても細かく作り込まれてます。ほら、このラインわかる？うーん、すごいね。尻尾の上と下でこうラインが違う。
ねえ、ゴジラの尻尾ってこうなってるんだって分かりますね。うおー、きれいですね。キラキラしてます。はい、きれい。これはこのゴジラ特有のカラーリングになってる。ちょっとね、うん、私気になったことがあってね、うんうん、これね、背びれクリアパーツになってるね。これ光沢があるんだけど、クリアパーツになってますね。これもね、ゆっくりと見ていきたいと思うのですが、やはり今回ね、このゴジラだけではないと。はい、はい、これですよ、スーパー X。 うん、うん、おお、あ、すごい、書いてある、陸上自衛隊入ってます、入ってます、陸上自衛隊。で、細かく作り込まれてるよ、ほら、めっちゃ細かい。これがスーパー X が手元に。あ、我が家スーパー X。 あ、そんなことないか、初ではないか、ね、ガシャポンではね、あったね、けどこのサイズでは、そう、ちっちゃいからね。裏っ側こんな感じ、裏っ側こんな感じです。うん、おお、このなんかさ、兜みたいな感じしない？あ、確かに。しかもさ、ね、少し汚しというかさ、ね、汚し塗装が入ってる、ね、入ってる感じがいいね、金属感がすごい。これなんか甲冑のね、なんかこうやって兜みたいに感じる。今気づいたんだけど、なんかそれもイメージしてんのかなっていう感じがしたね、今ちょうど正面で、はい、伝説の対ゴジラ兵器、うん、スーパー X です。それではゴジラを組み立てていきたいと思います。え、どうですか、かっこいいでしょ。いやー、出来上がりました。それでは見ていきたいと思います。これだけのサイズがあるフィギュアだとゴジラの特徴がよくわかりますね。体の割に尻尾の長さが長いと感じる84年ゴジラです。背びれはクリアパーツでできていて輝いているような塗装、結構尻尾が細長いですね。蛇みたいです。そして尻尾から背びれにつながっているところ、とても気になるところがありました。それはかなり歪みがある背びれなんですよね。均等に配列じゃない、真ん中に生えているわけでもない、かなりいびつな感じです。これには驚きました。横顔が特徴的な84年ゴジラ、体はスリムな感じですが下半身はしっかりとしていますね。足の指は4本、この横顔めちゃくちゃかっこいい。映画から飛び出てきたような表情をしています。すごいフィギュアだ、大満足。足はごついですね。お腹もスーツ感がしっかりと再現されている。肩幅はそんなにないが首もスーツ感がある。足の指は4本、手の曲がり方がリアルです。この顔がかっこいい、目力すごい、目の血管までしっかりと彩色されており、黒目以外もしっかりと塗装されている。この眼球は光沢もあってすごいぞ。そしてスーパー X、 核汚染や核戦争の際を想定して首都防衛を目的に極秘に開発された要塞メカで、首都防衛移動要塞、チタン工機に加えセラミック製耐熱タイルで構成、フロントレーザービームは黄色くなっており、カドミウム弾が装填されているカプセル弾9砲とロケット榴弾砲、しっかりと造形されております。宇宙船の UFO みたいに飛んでいく姿が子供の時斬新でした。そしてめちゃめちゃクール。それではゴジラと並べてみましょう。
ゴジラとスーパー X。 ゴジラの映画史に残る戦いでしたね。このセットは最高だ。東方怪獣コレクションの創刊号についていたゴジラ1984、比べてみました。東方怪獣コレクションは700分の1統一スケールながら、茨城明大先生の造形でめちゃくちゃリアルです。迫力がありますね。小さくても迫力がある東方怪獣コレクション、東方30センチシリーズはめちゃくちゃ大きく感じます。それがまたいい。背びれも同じ形をしている。そりゃ当然ですが、見比べるのも楽しいですね。カラーリングも東方30センチシリーズは青く光っています。ゴジラ1984サイボット版東方30センチシリーズ、比べてみましょう。サイボット版はウエストが細いですね。だいぶ違う。同じ映画なのにだいぶ違う。顔も全然違いますね。これだけ違うと改めて映画を見返すのが楽しみです。フィギュアと一緒に映画を見ようかな。背びれの形は似てますが、やっぱりどっか違う。サイボットは上半身が細身ですね。下半身はお互いしっかりしている。サイボット版はウエストが細い感じがします。はい。頭も大きい。横顔全然違いますね。サイボット版は丸い鼻をしています。どちらも刃はある。背びれの違いはこんな感じ。やはり似てるんですがどっか違う。細かく見ると違いが分かりますね。頭一つ大きいサイボット版ゴジラ、やっと比べることができました。我が家の84年ゴジラを並べてみました。先ほどちょっとねインサートで比較したんですけど、サイボットゴジラ、はい、はい、このそしてこのゴジラね、これね、うんうんうん、同一個体で同じ映画に出てきた怪獣なのにこんなに違うと、うんね、なるほどね、本当だね。東方30センチシリーズで結構ね身長差ありますね。あります。結構違う。頭1個分ぐらい出てるね。違うね、うん、で東方怪獣コレクションとこれね、マナミンが当てたガシャポンですね。そうです、ガシャポンで当てたこちら。そう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 。でこれはショッキラス、はい、84年50のね冒頭に出てきたショッキラスですね。うん、でこっちがね、はい、一番くじのゴジラ、はい、84年ゴジラとマグネットヘッドです。あ、これマグネットヘッドね、出来がいいですね。かっこいいね。なかなかいいんだよね。かわいいです、うん、はい、そして原英人先生にいただいた怪獣、うん、はい、すごいね、にぎやかだね。いやすごいよ、すごい。やっぱね、東方30センチシリーズやっぱ造形も迫力もやっぱあって、うん、ね、大満足ですね。私がどうしても欲しかったというゴジラをちょうどねマナミが、はい、大阪で買ってきてくれたということで今回は84年ゴジラを紹介していきました。やっぱねスーパー X とねこうね、うん、向かい合わせて映画の再現ができるっていうのがね、やっぱねチュンチュンチュンってね、そう楽しみだね。うん、いいね、スーパー X がこのサイズでついてるっていうのも嬉しいです。うん、でちなみにね T シャツもちゃんと84ゴジラということでね、ゴジラストアでね我が家は多いですね、84シリーズ。はい、ありがとうございました。あ、これマグネットくっつくね、いいね、いい感じじゃない。あ、ほんとだ、マグネットくっついてる。ちょうど今知ったんだけど、ほらマグネットでくっついて、おいーん、お、いいんじゃないあ、なんかこれ打ち取られたみたいになっちゃう。危ない危ない、ね、ということで今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく、ゆき、よろしく、ゆま、そしてよろしく、まなみん、バイバーイ。